はい、鳥です。今回は信長山を天下創生 with パワーピット、こちらのシナリオ1551年家督相続にて北条氏康を使って始めていきます。それではご覧ください。はい、それでは続きを始めていきましょう。前回ですね、九州北部の、攻めをどんどん進めました。まあ、有馬家も残りあと一つの城だけですね。はい。で、今回ここを狙いたいと思います。船井館取っちゃえば、島津をだいぶ、分散化することができると、いうところで、どんどんやっていこうと思います。よっしゃ、今日もしっかりとやっていきましょう。さあ、ここ取りに行きましょう。ね。ここ取りに行けば。おお、なるほど、なるほど。今そういう状況になってるわけね。これ秀吉はあえて連れてか、いや秀吉連れてってもいい、あいや秀吉は今回あえて連れてかない。で、騎馬隊、高坂は今回連れてかない。意外といねえな。ああ、立中半兵衛いいね。将軍連れてくのもなってちょっと思ってて。長秀にする？まあこれでいきましょうか。ただ島津そこそこ強いだろうからな。そうか、そう考えるとこの戦いはやっぱもう少しいた方がいいな。原がいるか。じゃあ原でいいわ。よし、これでいきましょう。うん、やっぱ撃ってくるよな。奴らが 13,500。 よし、あ、その陣形か。その陣形は俺あんまり好きじゃねえんだよな、正直言って。さあ、取り揃いに行こう。撃ち壊せ、結構時間かかってるな、本軍が出てくるの。まあいいや、あと1000ないね。よし、 OK。 あー、こんなんだったら攻め方変えればよかったな。ちょっと失敗した。誰ができた、太田か。よし、いただき、はい、 OK。 さあ、こう取りに行くよ。全員で本陣取りに行こうぜ。残った部隊で本陣取りに行く。おっしゃ、一気にだけ。あ、待った、上手に時間かかるだろうから先にこっちはな。よし、帰った。おっ、2700しかいない。一気に行こうぜ。あー、チケスが一体いんのか。どういう感じかな。あ、そういう感じ。はい、 OK。 まだ三の丸がねえのか、ここ。宇治安と一緒にこいつを叩く。はい、宇治家叩け。こっちは300。よし、 OK。 さあ、残った残りの部隊でいくよ。早かったね。さあ、やつは本丸にいる。元就と宇治家と原、この3人でこっちを倒す。で、元就の混乱を仕掛ける。で、あと挑発。あ、出てきたよ、出てきたよ。撃ちない。撃ったら早く終わるかもしれない。意外と手こずる。まあ仕方ないね。で、この3人でここを取りに。よし、あと300切った。よし。じゃあ今度は、うわ、微妙だな。あっち行ってるような暇はねえな。奥まで行こう。
よし、それいけ。で、ここがどんぐらい ?1300 か。まあいいや。3400に対してどんぐらいでいけるかな。強襲。これ取れればまたテンション範囲に持っていけるはず。あ、でもいい感じで減ってるね。もう2000割るよ。はい、こっちの部隊もこっち行こうぜ。東側に入る。よし、一人行け。あ、いけるいける。1000切ってる。よかった。で、右足が引く。 OK。 よし、はい、次ここが、あ、2800人いるか。よっしゃ、全然いない。チャンス。それを待ってたんだよ、こっちは。いや、待てよ。こっち攻めた方がいいのかな。こっち攻める人はどんな軍が出せる。山形まさかでね。将軍にはまあ普通に足軽で出てもらおうよ。で、高坂が大将か。まあいいだろう。あ、待った、柴田勝家はあれだよ、あの騎馬隊じゃないとダメだよ。 OK、 じゃあちょっと待ってね、輸送するから。柴田勝家軍馬、あ、結構あるね、軍馬。待てだ、こっちだ。こっちを柴田勝家、うんうんうん。で、将軍はこれで、槍で。木下も槍。伊達ね、伊達の爺さんだったら、まあ、鉄砲でもいいかな。うん。じゃあ、これでいきましょうか。こもったか。秘訣が一人いるわ。しかも、何これ、島津義弘と元春と小早川隆景って、なんだこれって感じだな。これはこれでまたやりづらい。ちなみに奴らどんな感じ。混乱は持ってないね。うん、OK。いいか、これ、鉄条も作ってる最初だったんだね。よし、はい、この櫓取りに行く。あと残りが、武将がいないから行きやすいはず。あと2000。よし、頑張れ。半分切った。くそ。はい、600切った。いけるいける、頑張れ、もうちょい。よっしゃ、 OK。 さあ反転だ、一気に攻めろ。一気に潰せ、潰せるよ。お任せくだされ。いい感じだ、いい感じだ。本丸まで行かずに済むんだら、もうほら助かるわ。あと1000人いない。あれ、誰がやられた。うわ、マジか。こいつは想定外だった。あ、よっしゃ、混乱した。あと647。これはいけるだろう。打ち枕で200人切った。あ、いけねえか。もうちょいもうちょい、103人。なんで進めれねえんだよ。よし、 OK です。で、ここがあれ、なんで増えてんだよ、意味わかんねえ。そう、増えるなんてそりゃねえよ。縮小って感じだな。ちょ待って、そっち側に出したかったのよ。こっちが2800、なんだかなって感じだな。あ、待てよ、これさ、こっち先攻めるよりかはこっちだよな。いや、だってさ、これ攻めて、こなんか強い武将があっち行かれても困るし、なんだろう、その兵の多い状態でね。だったらこっちだな。これはこれでいこうか。正社か、正社だったらいいよ、それで。うん、確実に取りに行きたいからね、指揮を取る。この辺に陣取ればいいかな。あ、全然このぐらいの城。あ、だったらいけるわ。で、破水手がそんなに減らされたか。
よっしゃ、さあ行くぜ。この辺まで行ってくれ、この辺まで行ってくれ。宇治政、お前なんで出てんだよ、そんなに。宇治政、そんな出たらまずいだろう。宇治政、一回引け。お前そんなに出させるつもりねえんだよ。まずいまずい。仕方ない。だったら先こっち取りに行こう。先に取れればなんとかなる。600人、618人。そうだ。宇治政なんとか耐えろ。お、437人。まずいなぁ。でも、あともう一人いける。よし、オッケー。宇治政お前入れ。よし、いけるいける。ね。いい感じ、いい感じ。はい、さあ、ガンガンいけ、ガンガンいけ。はい、オッケー。さあ、あと残り、南部春政叩き。まったく、東北のさ、無知の武将がなんで九州にいるんだよって感じだよ。おっとい。300人切った。敵部隊よし、はい。お、本庄が来た。本庄来るとは思わなかったな。はい、ここは、967人。うわ、これはめんどくさいな。こういう感じか。どう、あれ、攻め切れるかな。残ったこの部隊で攻め切れれば、大したもんだよ。これに関しては俺は指揮は取らん。あとは任せる。まあやっぱ攻めきれないよな。あと167人。まあ強い武将をそこにね固められただけ、まあ一応良しとしましょう。ちょっと一旦城を作りみたい。熊本城やっぱやばいよな。これチャンスだな。今古天守作ってる最中だ。こっちダイヤグラ作ってる最中ね。姫路天守かよ、やべえな。あ、この辺はちょろいな。姫路天守。宇都城はやばい。あ、でも、そっちはもろいな。うわ、熊本決戦だよ。ここしっかり勝ちに行きたいね。ちょっと待ってね、熊本決戦の前にまず、兵の状況があんまりって感じだな。ちょっと待ってね。軍馬をまたちょっと、いや、軍馬さ、どっかで買えねえかな。商人どっか来てるだろう。領地で、状態だったかな。商人が来るところ。じゃあ、岩村城でいいかな。岩村城で購入しよう。岩村城。ちょっとお金をね、ある程度集中させて、あそこに。お、すんげえ金があるわ。で、岩村城で、軍馬買って。あ、ちなみに家宝って今何があるかな。良さそうなのあったらね、考えたいけど。まあ、無理に取りに行く必要ねえか。腑に崩し、鬼徹とあるけど。うん。軍馬。ね、今相場で。2.0 ってめちゃ安いやん。ありがたいわ。で、その軍馬を江戸に持ってきて。あ、でもなんだかんだ江戸は軍馬が2800もあんのか。軍馬。高坂は一応取っとくか。で、島。あと他に。ヨシテル連れていくか。島それだったらちょっとわざと200減らす。よっしゃ、これでいきましょうかね。あー、でもなんか、うん、微妙だな。まあいいや、これでいい。撃ってきたか。やつら援軍来るはずだから、それも叩くような姿勢でいかないとね。進
進む。いや俺6人は初めてだな。まあでも6人で言っても何ら問題ないと思う。いやーしかしやつは強えな。これそこか。うわーしかも大トレでか、結構やりづらい。早く行かねえとな。あいつら絶対わけのわからん援軍出してくるからね。石川が奥か。石川が奥ね。やっぱりさ、どんぐらい ?5000 出たか。なるほどね。そういう5000か。まあ、ある意味で予想の範囲内です。なんかめんどくさいことばっかりやってくれんねん、あいつ。これでね、うまい具合に囲めれば最高なんだけど。ダメだ、囲みきれない。なんか逃げられる、あいつに。くそー。うわー、余計なことやってくれたね。ほら、潰し合いだな。仕方ない、次のターンでしっかり攻めようか。こっち側、こっち側で攻めていってほしい。ねえ、だってヤスラはなんか一人死んじゃったことによってなんかさあやってやんぞみたいな感じになってるからあれあれでやりづらい。よし、だいぶいい感じに入ってきたね。ちょっと手こずってはいたけど。よし、OK。いや、こんなに手こずるとは思わなかった。ちょっと損する想定外。やっと取れた。やっとだよ。よし、ようやくここまで攻め切れた。すげえ時間かかったよ。ちょっとでも潰しとかねえと。おっと、なんか、今、指揮が取れない。はい、あともうちょい。うわー、それでも1万人もいるのか、あいつ恐ろしいな。どっちから行く、これ。こっちか。まあ誰も武将がいないから比較的入りやすいはず。くそー。でもあと2000切ったよ。はい、もうちょっとで1000切るよ。1000切った。よし、取ったらもうあと1日しかねえけど、それで反転しよう。よし、先方どんどん潰すぞ。まあやっても意味ねえよ。意味ねえか、あんまって感じはあるんだけど。よし、わらを叩け。よし、次、この辺、これ誰だ。千葉か。混乱先方。おお、すげえ、全混乱するわ。もうちょい。はい、次この辺。さあこの辺叩くぜ。よし、オッケー。さあどんどん叩け。よし、いい感じで減ってる。次に向けてやりやすくなる。まあせいぜいそこまでか。悪いが死んでもらおう。いや、一回で攻めきれなかったね。ちょっと残念。で、あとこっちか。こっちも攻めようぜ。まあ、これ攻めることによってね、この後はやりづらくなるんだけど、まあいいよ。仕方ない、それは。腹はやりたい。黒川連れてくぐらいだったら、あれですよ、竹中半兵衛ですよ。うん、これでいきましょうか。ただ竹中半兵衛は雨鉄砲。うん、あ、そりゃこもるよな。よし、1600。この辺叩いてて。硬えな。
とにかく何とかしていきたいところです。これが取れればようやく通路ができる。四国と九州の通路を作っておいた方が後々やりやすくなるはず。よし、あと1000切ったね。よし、この調子だ。さあ、その調子でいけいけいけ。いいぞ。いい感じ。はい、300切った。もうちょいだ。よし、OK。で、これで、まずは元春叩こうぜ。元春叩くよ。お、混乱した。よし。よし。OK。はい、じゃあ奥行って。奥行ったら、武将が誰もいないから、あとは矢倉取り。まあ、この辺まで行くってね、うちの戦線に持っていけばいけるよ。うちの戦線、うちのペースだ。よし、半分切った。いい感じ、いい感じ。ね。まずはこと。はい、次。今度はこっちに殴らせるよ。何せいつもの武将と戦えてないから、ちょっとね、心配な部分もあるんですね。勝ちいいです、その間、先行ってくれ。よし、線切った。よし、オッケー。あ、そうだ、一徳さんやったら全混乱持ってるだろう。ちなみに、挑発、あ、竹中半兵が全挑発持ってるんだ。まあ、全挑発かどうか知らねえけど。さあ、もうちょい、もうちょい。さあ、いけいけ、いいぜ。よし。じゃ、勝ち目悪い。そのまま先行ってくれ。で、残った部隊が、矢倉しっかり取るよ。はい、ここの矢倉取るよ。打ち壊せ。あ、いい感じで減ってる、いい感じで。あと半分ないね。よし、お、すげえ、めっちゃ速えわ、いい感じだ。はい、オッケー。さあ、あっち行こう。で、これがあと1400だ。勝ち大丈夫かな、頑張れよ。はい、500リッター、よし、いい感じ。よっしゃ。じゃあ全員ね、この辺まで行ってください。この辺とか、まあこの櫓取ってくださいね。この櫓取っちゃえばもう OK だから。なんかね、みんないまいち入りきれてないんだよね。はい、これさえ取っちゃえばあとはもう本陣だって、本丸だけ天策取ろう。3400か。よしよし、いけ。お、出てきよった。一気に叩け。よし、 OK。 さすがに元なら来ねえな。まあ、この辺かな。ドイちゃんもいるわけだし。よし、やっとここで通路ができた。いや、でも熊本でも攻めてんだよな。いまいち攻めきれてねえんだけど。勝家そこか。勝家ちょっともう少し前線に持っていきたいな。あいつ破壊持っててとてもいいんだよ。柳川と交換するか。で、柳川に、牙を送る。よし。あとは、まあ今この時点では気になる部署はいないからいいかな。ふん、よう攻めてきたな。相手にするまでもない。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ご自由に。長えなぁ。えれ、長えわ。お、姫路電子できた。いいですね。さあ、ここどうなったかな。まだいけるな。よし。高掛とかもいんのが。でもあの辺も潰しといたからね。熊本攻めが結構重要だよ。なんとしても落としたい、あそこは。どうなんだろうな、難しいな。でもやっぱ本軍でしっかり叩きたいなって部分があるから。高坂季節にするわ。
うん、これでちょっと攻めよう。うん、まあそりゃ撃ってくるよな。ちょっと今度は兵重視できたね。その方がいいかなと思ったから。まあこの辺かな。でこっちの部隊がこっちかな。鉄砲がここと、あとこっちか。でやつら多分また5000ぐらいの援軍が来るはずだから、それは計算に入れてる。さあまずはこういう戦おうか。お任せくだされ。ヤクラの大将はどう動くかだな。そこは読めねえけど。うわ、なんか鉄砲隊来たよ。鉄砲隊さっさと飛ばして、よし。鉄砲隊叩いたら大きいよ。お任せくだされ。いいな、山本ね。あの辺叩こう。お、なんかいい感じしてない？よし、こういう叩いて。その間、いいね、いいね、いい感じ、いい感じ。さあ、あの辺まで行って。よし、これだったら、ヨシヒロ囲えれたんじゃねえの？どう？あいつを囲え。ヨシヒロ逃がすなよ。よし、いい感じだ。どんどん潰せ。これは、捕まえたろ。よし、よし。よし、今度は時間あるから攻めれるよ。ただ多分援軍来てるはずだから、まあ援軍が来る前に一回うちの、なんだろう、ペースに持っていきたいね。よし、 OK。 じゃあまずはこの無人のポテンシャル、ここを取る。しかし奴らまだ援軍来ねえな。そういうの言ってもおかしくないんだけど。よし、 OK。 さあ上行こう。皆さんでもどこにいる？そういう感じか。あと500ないね。はい、取ろうぜ。種ヶ島か。ああ、俺こいつ欲しかったんだよな。だって、戦車を2持ってるでしょ。よし、OK。じゃあ、このポテンシャルよ、ね。作りたてだからさ、すげえやりやすいんだよ。敵やぐら、よし、OK。さあ、ガンガン狙ってて。もうちょっと、もうちょっと。はい、500切った。よし、いい感じ、いい感じですね。よし、 OK。 よし、やっとここまで来れた。で、あとこっち狙う。江戸からそういう部隊が行くか。むしろそれだったら、それだったらやっぱり竹中半兵衛。伊達のじいさんもいいかもしれんけど、竹中半兵衛。槍の位置か突撃位置。まあ、鉄砲があった方が攻めやすいから、まあこれでいいや。5700。あとは島津の援軍がどのぐらい来るかなんだよな。それがちょっとわからん。でも援軍来なかったらこの城終わるぞ。だってほら、作りが弱いんだもん。まあ奴らもさっき援軍出せたら、ここで5700来やがった。いつだ、6000ぐらい来たな。よし、もうさっさとまず取りに行くぞ。誰が来る？いや、鉄砲隊が奴らいないからね、ほんとそれが攻めてもすごいやりやすい。よし、いい感じ、いい感じ。さあ、今のうちね、どんどん血の時代を潰しとく。どこに？そこか。全員でね、島津軍を潰しとく。よし、ヒーロー200人いねえからな、これチャンスだよ。水槽、よし。OK。じゃあ、種ヶ島か。種ヶ島叩く方が先だな。あー、くそ、誰だ？あー、カイか。カイ、相変わらず強えな、あの辺。
放て。まあでもいいよ、届ければ。あで、おいおい、木下もうそんな感じでやられてんのかよ。マジか、気づかなかった。いまいちなんか攻め方が下手すぎるな。お任せくだされ。でお前一回戻って、まあ戻ってと言っても多分無理だと思うけど。はい、残った舞台でお任せくだされ。太陽まず飛ばしてって次は思うけど、まあそれは難しいだろうからいいや。はい、犬ぞね、あと100人いないよ。次さあ、この貝だよ。貝がな、めんどくせんだよな。よし、オッケー、次高速壁目の前なんですよ、まず叩く。またこっち行こう、みんなこっちの方行ってくれ。あーでも黒川そこまでやられてるか。将軍もこっち行って、黒川は戻してあげたい。今どこ黒川で、本庄こっちに今出てきてんだよね。黒川戻ろうと思ったけど、いや黒川頑張ろうね。押し出せ、かかれ。この300人が邪魔だな。こいつは早く叩く。なんで弾けるんだよ、川上そんな持ってんのか。ねえじゃん、攻撃。もうちょい待って、壊滅いたしました。うわ、まあ仕方ない、それはある意味で想定していた。この50人やたら勝てえよ。よし、なんとかあっちに抜けてくれ。あっちに抜けてさえくれれば。よし、誰もいない櫓を取れ。小櫓だから一気にいける。1200切った。でも人数足りねえからかな、いまいちちょっと弱いな。600切った。よし、なんだよ、いい話かと思ったらそれかよ。あと13。よし、こっから反転だ。もうちょいもうちょい。よし、じゃあまずは谷ヶ島。またかよ、貝のあれがほんと困るわ。敵部隊、よし、ここで貝叩け。よっしゃ、混乱した。やっと貝の機能がなくなったよ。お任せくだされ。よし、その調子その調子。敵部隊、貝についてきました。で、もう上行こうぜ。本丸行った方が早い、これは。お任せくだされ。まあ、無理だろうな。はっ、放て。これが1800。あ、小学らと同じぐらいか。まあいいや。はい、900切った。打ち壊せ。さあ、もうちょいもうちょい。誰だ、櫓取るの。打ち壊せ。よし、てるね、将軍よくやった。スタートは5点取るだけだ。いや、思ったよりかは手こずったね。入ろうは別に関係ねえよ。よし、OK。 すげえいるな、ここ。えーれいるわ。なんでこんなにいるんだろうって感じだけど、いるよ。よし、であとこの辺に関しては、あー、だいぶこの辺兵が減ってきたね、いい感じに。うん、よし、今度はこっちかな。ここ取ってこいつを攻めるよという感じであれば、島津をね、分断できますよ。しかし時間かかるね。なんだと、この舞台だったら負けはしねえだろう。これで負けられたらむしろ困るわ。え、嘘、マジかよ。負けられちゃ困るって言ってる矢先に負けられるとは思わなかった。じゃあいいよ、ここは引き取る。ちょっとね、それはないよ。親子対決かよ。よし、来てるね。来てるんだれば OK。 じゃあどうやっていくかだな。まずは元就がここ。なんで元就ここなので、T がこっちで、上り沢がこっちの鉄砲で、あと石川一正。あっ、でやつらそっちから来てる、もしかして。わかんねえけど、だとしたら元就違うな。元就は
こっちにさせるべきかな。ちょっと奴らの動きが今読めない。あーやっぱそっちから来るんだあいつら。ちょっと待って、そしたらこの鉄砲隊そっちに置けないよ、こっちだよ。で、登りさんはこっちだな。で、元成はここだな。そしたらみんなこれはね、この辺行ってください。くそー。で、そっち狙ってくる。やってくれんじゃねえか。やべえ、ヒデナがなんでそんなやられてんだ。ヒデナがやられない。うお、マジかよ、やば。ちょっと待って、これやばいぞ、マジで。これは想像以上にやばすぎる。そんな苦戦するか。いや、思ってる以上にまずい。元隣さ、こっちの方行こうぜ。いや、それはいいや、このままでいいや。こっちで混乱仕掛ける。いや、ちょっとこれは想定外すぎるな、やばい。よし、これは混乱してくれた。いや、こんなに苦戦するとは思わなかった。苦しいな、これ。もうちょいだ、もうちょい。あと5人、なんとか耐えろ。よし、よし、5人が耐えてくれた。でも多分回復するの 100? あ、200回復してくれた、ラッキー。よし、500。いや、これは苦しいよ。うわ、町の破壊しやがった、もうマジで勘弁してくれよ、あれ。ふう、なんとか守りきってよかった。そう、朝日が出てる、いいね。朝日がまあ光の様子なんていうかな、うん、太陽の光が出てなんかすごいいい感じに感じたわ。そうか、また入れないといけないか、めんどくせえな。まあでも、奴らももうそんな兵いないはずだよ。常任、OK。いくつ?ほら、大していねえんだから、逆にチャンスだったかもしんない。あれに奴らの兵だいぶ減ったはずだろうから。むしろここをできる限りうちの本軍で叩きに行く。ああ、元成が1200しか出せねえか。まあでも仕方ねえよな。秀吉出せねえの?ああ、そんな兵いねえのか。きついね。まあこれは仕方がない。なんで柳川城兵出せないの?なんか、あれか。不平不満が出てるみたいな感じなのか。お、なんか地味に、うちも鉄砲がそんなもうなくなってきてた。まあいいよ、小田原からまた、なんだ、取り寄せりゃいいから。あ、こもった、あいつら。こもったか。まあいい。これ絶対治安悪いよな、この城。あいつら援軍して、もう一人、金付き家だっけ?あそこが援軍出してくるかな。なんで島津義弘に鉄砲持たせないの?すごい謎だよ、それ。あれ?なんで出てきたの?すげえ謎だな。じゃあ奥の方行こう。奥の方行くと見せかけて、
よし、まずはこいつだ。川上から叩き。敵部隊壊滅いたしました。はい、種子島行って放て。よし、そうするとここ囲えるでしょ。で、こいつこれでここを叩くんだよね。一気に叩いて島津の兵をちょっとでも減らす。それがこの戦いでもある。白トレーは最高だけど、まずは島津の兵を減らすことが最優先。ましてやうちが鉄砲ガンガン使えるというこういう状況だから最高に助かる。鉄砲隊前線に出してたの、アホだな。よし、 OK。 さあどんどん行こうか。今パコンちょっとあの外に出た鉄砲台叩いて、でその間外から内にかけて鉄砲をどんどん撃ちまくる。よし、いい感じだ。どんどん撃ちまくれ。よし、 OK。 おここも破壊できたね。よし、いい感じですよ。どんどん撃っちゃって、もうとにかく撃ってくれないから。さあ撃ちまくれ撃ちまくれ。じゃあこっちもやぐら取ろう。ヨシヒロは後回しでいい。打ち壊せ、放て。さあどんどん行こうぜ。オッケー。さあ上に行くよ。上に行ったらね、あの竜道寺が出てくるはずだから。はい、こっちに矢倉取るよ。おっと出てきた。そうはうまくいかなかった。あ、これはいいや。オッケー、これは完璧。まさかもう全滅させられると思わなかった。よし、一気に叩け。やつら1万いたからな。これで九州の島津兵もだいぶ減ったぞ。敵部隊、よし、オッケー。しました。よーし、これで50。え、そんなに減ったの。チャンス、チャンス。援軍さえ来なきゃ女にチャンスよ。一徳祭、オッケー。まさかそんな美味しい状況になってるとは気づかなかった。じゃあ、ああ、そっか、さっき元内使っちゃったんだ。じゃあ秀吉。はい、オッケー。利家、え、嘘。ちょ待て、おったんかい。108人。それは気づかんかった。は6600ね。これいけんじゃねえのって思うけど。あとは、あ、滝中半兵衛は鉄砲じゃないとダメだよ。となるとお前は騎馬だな。あ、これはいけるんでしょ。むしろ言ってくれないと困るんだけど。あ、伊達のじいさんか。だったら竹中半兵衛槍だな。で、甲斐も槍。なんで引き分けなの。勝てるでしょ、こんなの。なんだかなーって感じだな。まあでも、ほぼあいつら終わったよ。違う違う、信光かい。あ、伊達のじいさんか。まあいいや。伊達のじいさんうるさそうだからさ、熊本城の城主にしとくわ。よし、オッケー。
まあ、国しかうるさそうな気がするけど、伊達の小さいよりかはまだマシだと思う。よーし、だいぶ島津を追い詰めたよ。これで島津の城当てない8つか。よし。長い、長すぎる。何？嫌な予感がしてきた。うおお、ちょっと待って、動作も名手に信玄が手結んだだと。ついに来たか、このミッションが。うわ、まさかこれが来るとは思わなかったな。順調に行くわけねえよな。でもあともうちょっとでほぼ終わりにしたかったんだよな。マジか、すげえびっくりした。今どうなってんの。斎藤家はこの2つを配下の、あ、島津関係ねえんだ。あ、こんな大したことねえな。オッケーです。じゃあちょっとここから攻め方また考えます。いや、じゃあちょっとキリーからここまでにしますね。いや、島津攻めですね。もう九州あともうちょっとというところまでガンガン攻めました。まあ、ここ時間の問題でしょう。で、そうしてたらまさか、うちの配下にあった、斎藤、武田、本願寺が、反旗を翻しました。ね。いやー、まさかそうなるとは思わなかったなーっていう感じですけど、まあ、ここまで来たんであれば、まあ、やってやりますよ。ね。だったら、斎藤家潰しします。いや、本当はね、なんだろう、二条五所取れない状況の天下統一戦を見てみたかったな。てか、それはできるか分かんなかったから進めてたんだけど、まあ、それも見てみたかったけど、それが叶わなくなった可能性がありますので、まあ、だったら斎藤潰しやってみます。うん。じゃあ、今回はここまでにしようと思います。ここまでご覧いただきありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。